こんにちは、速稼塾の久保です。まあ行動できる人とできない人の差って何ですかっていうふうな質問がね、実はちょっと前に来たんですよ、久しぶりに。その時は丁寧に答えたんですけども、今回は本音で答えていきましょう。その質問する人って大体やらないんですよ。だからね、そんなこともうね聞いてもねしょうがないんですよ。ただ やれって話ですよね。やればそっち向かうわけですから。でその時になんかネットが分かりませんとかね、苦手なんですとか言って、結局そんな質問にこっちの手間まで取らせるなっていうふうに言いたいぐらい、その質問無駄で、まずやってみてちょっとつまずいたらね、アドバイスをっていうのはあるんですけども、何もやってないところでどうやればいいのか分かりませんっていうメッセージが来るのがもう、ちょっとねこれはねオーマイガッドなんですよね。で私たちはネットで稼ぐわけじゃないですか。ネットで稼ぐってことはパソコンやスマートフォンは得意にならないと無理なんですよ。だからパソコンをこうキーボード叩いてみるとかね、マウスをクリックしてみるとか、スマホをタップしてみるとかっていうのをやっていって、で行き詰まったらこういう時はどうすればいいんでしょうかならいいんですよ。こんなミスをしちゃいましたならいいんですよ。やってないんですけども教えてくださいっていうのはもう教えようがないですよね、それはね。結局ね、ホームランじゃなくてもヒットでも盗塁でもバントでもグラウンドに行かないとそれは起きないんですよね。だからグラウンドに行く前にまだね自宅のベッドで着替えもしてないのに、今日どうやったら打てるかなとかね、それは、今日のスタメンに入ってグラウンドに行って、雨で中止になってもなくてね、相手チームも来てプレイボールって始まってからの話だと思うんですよ。まあこれはあんまりいい例えじゃなかったと思いますけどもね。だからやっぱやらないんですよね。やらないから、やらないだけだとかっこ悪いから、とりあえず聞いてみたみたいなことでバツナギをしてるとしか、まあ、思えないし、そこまで思ってもね私もね立ちが悪いなと思うんですけども、いやでもね、やれる人とやれない人の違い、行動できる人とできない人の違いって聞く人って大体行動しないでしょ、それは。で何なんでしょうね、行動する人としない人ってもう先天的に決まってるんですかね。そんなことはないと思うんですよ。やっぱり自分が やっていかないと変わらないなっていうふうにどっかでね思って、それからきっかけをつかめると思うんですけども、いや挫折に気づいていないっていうかね、ターニングポイントを見出していないっていうか、なんかね適当に危機感は感じたんだけども、かっこつけてやってみるみたいなところではないんですからね。まあ、ですんでね、何が言いたいかっていうと、そんなことを聞いてる間に手を動かしましょうってことなんですよ。で、まあ、この億万長者合宿見ていただいてね、なんか参考になるという方もいると思いますけども、参考になるっていうんだったら、じゃあ参考にしてその姿を見せてほしいです。参考になりますっていう言葉だったらね誰でも言えるんですよ。でそんな言葉で喜ばせていただかなくてもいいんで、ぜひね行動して結果を出して、失敗でも成功でも、でその結果が出た時に私は、そして吉谷さんはね、ああよかったと、思うわけなんですよ。で動画を見てるんだけども、ずっと見てるんだけどもやってませんとかね、しまいには別に情報商材買っちゃいましたとかね、何やってんだよとか思っちゃいますよ。買わなくていいんですからね、本当にもう十分ですよ。無料のもの溢れてるし、どっか有料で入りたかったら、ドリアカは高いけども速稼塾だったらね安いでしょ。まあ速稼塾で5万とか10万稼ぐ経験してから、それから詐欺商材でも何でも買えばいいと思いますよ。まずは本当にお金って自分からでも作れるんだ、自分から物を買ってくれる人いるんだっていう感動にね早く出会ってほしいなと思いますね。ではいってらっしゃい。